かわいそうに、ずっと病気だったんです。本当にかわいそうな子だわ。かわいそうに、とても苦しんでいるわ。もう楽にしてあげた方がいいと思うの。わかるでしょう。マダム・リビングストン、これは動物の衣装を着た大人の人間です。とても苦しんでいるのよ。この子は私のペットだから、飼い主としてこの子の苦しみを少しでも減らしてあげたいの。なるほど。それで彼は何に苦しんでるんですか？それは見なさいよ。ここに来るたびに同じことを言いますが、夫人、彼はあなたの息子のカート、24歳の成人男性です。私は彼を安楽死させることはできません。俺はファイヤーブラスト、名前はファイヤーブラスト。わかりましたか？俺はファイヤーブラスト、燃えるような花の森の惑星。ちょっと待ってください、先生。その王国から来た。ファイヤーブラストは病気なの。見てください、見てください、この子はどっからどう見ても病気なの。はあ、夫人。レイチェルと呼んで。リビングストン夫人、こんなことしても困ります。僕は絶対に受け取りませんよ。あなたがやろうとしていることは非人道的な行為だ。あなたはカートの人権を無視しているんだ。ああ、俺は、名前はファイヤーブラスト。確かに彼は自分は魔法の犬と信じ込んでしまっている。だからといって彼を殺していいということにはならない。あなたに何がわかるの？俺はファイヤーブラスト。いいですか？あなたは彼を育てる責任がある。母親として。先生、そこをなんとか。お断りです。せめてこの子を置いておける施設とか教えてくれても。なあカート、君はこのままで本当にいいのか？男として立ち上がる時だ。思い切って、俺は死にたくない、魔法の犬として生きるんだってママに言ってやれ。どうやら俺をかわいそうな男性と思って接しているようだけど、そうじゃないんだ。俺はファイアーフォックスだ。出てけ。お願い。うせろ。いいじゃない。消え失せろ。どうしてよ。とっととここから消え失せろ。もうわからずや。いい子ね。もうすぐ自由になれるから。